山下さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日はですね、実家のシリーズが好調ということで、はいはい、またスタッフの僕が実家に帰って、まあ、田舎なんですけども、うん、これ断捨離したいなっていうのが車だったんです。車、はい、まあ、車社会、田舎で車社会なので、はい、まあ、いつも毎日乗ってますね。乗らない日ない、うん、実家の車なんですけど、うん、よく見ると部屋だけじゃなくて、わかる、わかりますか、皆まで言うなみたいな車って動くね、まあ、収納空間、うん、いや、それはまだいい方で、車って動くゴミ、ため、場みたいな、いや、そうなんですよ。ダッシュボードから始まったね、はい、うん、トランクルームはもちろん、うん、なので、うん、今日は実家の車を断捨離してきました、はい、なのでそこを、見ていただきたいと思っております、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。まずは車の外側ですね、はい、外側からいきます。外側、はい、ただただこういう車ですよってだけです。はい、まあ、洗車してないので多少汚かったりするんですけど、うん、まあ、軽自動車です。はい、はい、で、実際次から、車内の方に移っていきます。この車はお父さんとお母さん乗ってらっしゃる。そうですね、兼用ですね、はい、もう2人とも使ってるんで、どちらのというよりかは家の車です。あ、はい、僕も帰省した時は使いますし、うん、はい、はい、これ横から撮ったのが一番大きいんですが、で右側、運転席側から運転席と、うん、はい、その後部座席が映るように映っています。はい、はい、では後部座席からいきます。後部座席にまあ、これ足元なんですけども、何、これが慢性的に乗ってるってこと？この袋ですよね、うん、だろう、この袋は後にちょっと写真出てくるんで、まあ、ここでちょっと割愛させてもらいます、うん、はい、お楽しみね。はい、で、慢性的には乗ってなくて、うん、ただいつからいつまで乗ってるんだって言われると誰もわからないっていうじゃあ慢性的に乗ってるただ乗ったのは最近だっていう。あ、なるほどね、はい、で、まあ、奥にあるのが一番大きな写真、左側の、はい、奥にあるのがこれ靴なんですけども、はい、僕 その父親が、うん、テニスが趣味で、うん、これ2足とも父親のテニスシューズなんです、うん、一番左側に見切れてるものがあると思うんですけど、うんうん、タオルで言いますか、はい、 そうですね、それを広げ後ろの席広げたら、うん、まあ、こんな形です、うんうん、ティッシュが、箱ティッシュが一つと、うん、タオル右側2枚になりますね、はい、はい、で、サイドポケットのところに軍手が一つ、うん、ありました、ありました、まあ、何かに必要なのかなと思って、でしょうね、はい、うんうん、後部座席の運転席の後ろに何があるのかなっていうところでいくと、中にはマスクと、うん、はいはい、右側にあるマスクとポケットティッシュと袋、ショップの袋っていうんですかね、うんうん、箱ティッシュもあって、うん、まあ、ポケットティッシュもありましたという状態です、はい、うん、で続いて先ほど の大きな袋のものに移りたいと思います、うん、でこれがかわいいじゃありませんか、はい、かわいい、なんか妹が最近その、うん、なんていうんですかね、ちっちゃい頃に使ってたこういったぬいぐるみが、うん、まあ、インターネット上のフリーマーケットアプリで、うん、こういうの売れるのよみたいな、あ、でこれを出荷すると言いますか、うん、売って、すぐにも郵便局とかに持っていけるように袋に詰めて車の中にしまっているという状態で、それで、でも郵送するときはそれなりに梱包しないといけないでしょ。そうですね、でまだ売れてるわけではないらしいですなんか期待がいっぱいなわけね期待がいっぱいなんかよくと二人連れの期待がいっぱい、はい、そうか、まあ、はい、この辺は、まあ、ちょっとまた後でいっぱい出てきますので、はい、まずサクッと運転席の方に、はい、後部座席はもう荷物はこれだけでしたというか、はい、こんなにいっぱいありました、はい、
では運転席と助手席に行きます。まず助手席の方から行きます。助手席左側の左の写真の、助手席のなんていうんですかね、エアバッグが出るところの下にちょっと収納スペースがありまして、ね、うん、ここになんだかいっぱいあったので全部引きずり出してなんか右の写真です、うん、すごいね、はい、今マスクは必須アイテムだからね、はい、あの指定出るの忘れてしまうね。こういう郊外に、ね、住んでる方はそんなにこう神経質じゃないだろうけど、でも外に出るときにね、はい、マスクないって言うと、そうですね、車に置いときたくなりますよね、確かにね、はい、で先ほど後部座席にも1枚、うん、シートの後ろにマスクがあり、はい、で前方の、うん、エアコンの排気口のところにも2枚かかっており、はい、うん、はい、ね、でまあ、全部出したら、上の方から行くんですが、はい、マイバッグっていうんですか、マイバッグだね、買い物の時のマイバッグ、ね、うん、でモップになります、はい、モップね、はい、車内のホコリ取り、で、続いて手鏡、うん、でこの手鏡が僕持ったらレンズがパカッて外れる、うん、漫画だねで、これがマスクですね。マスクのね、新しい、はい、新しい袋に、ただエアコンのとこにかかってるのも新しいやつなんです、うん、ああそうなんだ、はい、で続いて下が、クーポン雑誌ですね、ね、うん、割引券だね、はい、で横がポケットティッシュ2つ目と、うん、ウェットティッシュっていうんですかね、うんうん、と、一番右側の真ん中が、メモ帳です。メモ帳、はい、はい、で CD が3枚見えると思うんですが、左の真ん中の左の真ん中の左ね、はい、はい、青とピンクと、これが CD なんだ、これ CD3 枚ケースあるんですが、はい、これ実は中身が入ってないです中身どこ行ったんだ中身わかんないみたいです、うん、でここどCD の中に入ってるわけではないのね入ってるわけじゃないんです、はあ、そう、でその下、これ北海道、北海道ね、はい、うん、まあ、寒かったら困るんでしょうね、うん、まあ、北海道なので、うんうん、はい、まあ、もう雪ないんですが、うん、でボールペンが、6本、うん、1本で十分なんだけどねで、家に犬飼ってまして、はい、でこれがトイレシートが一つありました、はい、はい、うん、なんかまあ、話していいのかな、どうぞ、はい、お願いします。まずマイバッグ、エコバッグ、はい、エコバッグというゴミがいっぱい増えてるよねこれ2個あったんですエコバッグ、本当に、ね、全然1個じゃないんだよだからねまあ何がここに入ってるかって言ったら、もう間違いなく無意識無自覚、うん、あるいは忘却、あるいは放置、グッズが入ってる、はい、っていう、もうボールペンなんかまさにそうなんですかね、そうですよね、うん、まあ、ガソリンカードが1枚ちょっと残ってるのが左側に、うん、はい、見えるんですが、あとはゴミ袋が、これゴミ袋ね、はい、なんかもうちょっと麗しいゴミ袋にしたいね、ゴミ箱というかね、はい、うん、でゴミ袋、でちょっと隠れて見えないんですが、うん、このなんていうんですか、運転レバーの一番下の方にまたちょっと収納ポケットが一つありまして、はい、でそれが右側にある CD がまた3枚ここに、はい、これが右上の乗ってるやつなんです。これは中身がありました、はい、中身があった、はい、あれ中身のないのとは別にまたあったっ、ね、はい、中身がないものは一旦どかせたスペースに突っ込んであったもので、なんかちょっとまあ、うん、なんか雑誌が一冊入りそうなスペースには CD が3枚入っておりました、うんうん、はい、でまあ、続いて、まあ、見えてる助手席側の、うん、ドアポケットね、はい、うん、ドアポケットの方に移っていきたいと思います。はい、あらびきささみちあき、はい、でこれが中に入ってるのが、うん、あらびきささみジャーキーではなくて、うん、犬のなんていうんですか、その台の方の、またシートが中に予備として予備としてね入っておりまして、サイドポケットには、メモ帳2つ目です。あ、はい、大きなメモ帳がありまして、大きい、ね、うん、でその上にまあ置いてあるんですけど、軍手がこれも2つ目
出てきました、はいはい、で、左下のものが、まあ、あの町内会のなんかこの使ってたシートらしいんですが、うん、はいはい、一番右側が美術館のパンフレット、うん、いつ行ったんだろうね、ちょっとわからないです。こういうのやっぱり行くとなんか もらってきちゃいますよね。そうなんですよね、うん、一応本人は次回の 割引券がついてるから置いてあるのというふうには、うん、主張なさった、はいはい、おっしゃいました。まあスルーしましょうその主張は。で続いてあの右側の運転席側のドアが映ってると思いますんで、うんうん、これのちょっと詳細の方に行きたいと思います、はいはい、運転席の窓を上から撮った状態なんですけども、うんうんはい、左側に見える全て出したのが運転席のなんていうんですか、うん、開閉する時のドアノブじゃなくて持つところに緑のものが見えると思うんですが、これが真ん中にあるデンタルフロスだよね。そうです、歯間ブラシ、うんうん、で、あとは領収書、うん、あと空の袋がもう丸めたやつと、うん、まあ、あの犬のそのものを入れるのかなと思ったものと、まあ、軍手が3つ目です、うん、はい軍手も一つあれば十分なんですね。はい、うん、そう思って。でこの歯間ブラシ、デンタルフロス、はいはい、不潔じゃないこんなところで。口に入れる気する？なんか袋にも入ってるだろあれだけど。そうなんですよね。なんか物がそんなにわーっと詰まってるわけじゃないんだけど、それなりになんか事細かにいろんなものがあって、なんだかこう理解に苦しむというか。まあ、あの僕が想像してなんてここにあるのかなと思ったら、まあ、割とその夫婦、まあ、夫婦仲がいいので、まあ、父親が母親をどこかに送って待ってて暇な時にこのデンタルフロスを使うのかなと勝手に想像したんです。ね、夫婦仲がね麗しいのでね、このデンタルフロスも許されるというか、はい、いいですね、はい、ご愛嬌ですよね、はい、とありました、はい、で続いてあの運転席 の天井の方に、そうか天井まであるんだ。そうなんです、天井があるんです。結構いろんなところに収納があるんだね、はい、天井はあここね、はい、あの挟まってるものをとりあえず一旦全部出しましたら、まあ、タクシーというかその、うんうん、運転を代わりに乗ってきてくれるタクシーみたいなサービスの代行、うんうん、代行さんですね、はい、地方はね、こう盛んですよね。そうです、代行ですとか、割引券、うん、あとその行きつけのガソリンスタンド の、 その店長の名刺、はいはいはい、またその会員証というものが挟まっておりました、はい、でまだ、まあ、天井これだけしかなかったので天井はまだまあ、うん、いいのか悪いのかちょっとわからないですが、うん、続いて、まだ収納があってですね、ハンドルの奥がパカッと開くんですよ。へえ、ああ、そうかそうか、開いてますもんね、はい、入ってたものを引きずり出すのが右下になります、うんうん、車の説明書だったんですけど、はい、と、お守り、お守り、ポケットティッシュ3つ目ですと、扇子ですね、はい、これもらったのかな、だからどっかでいただいて。そうなんですよ、これもらい物で、うん、誰が犯人なのかなと思って次のスライド行くんですが、うん、はい、なんか感謝の言葉が書いたセンスがここに隠れて、うん、これ妹のものでした、うん、はい、まあ、妹はあまり使わないんですけど自分の車ありますんで、うんうんうん、ここにあって、走行しているとですね、右下の方にもちょっとポケットがついてまして、うん、あの右下の写真 の、うんうん、あのドリンクホルダーの下にちょっと黄色いものが見えると思うんですが、うんうん、はい、ここも収納スペースになってまして、今の車ってすごいね、はい、うん、ここに何が入ってたかと言いますと、次、はい、あら、一番上の方から、なんかちょっと下付近と言いますか、うんうん、で上に乗ってるのは日焼け止めです、うん、で小銭入れの中にあったものを小銭、うん、で駐車割引サービス券、うんうんうん、であのちょっと黒く塗ってるんですが、あの真ん中に穴が開いているもう期限が切れた免許証、免許証ね、うん、
で、普通はこの免許証じゃ運転できないんですけど、うん、何のためにあるんだと、免許証持ってないのかいって聞いたら免許証は持ってると、うん、ただ万が一忘れた時に自分の身分を証明するためにここに置いてあるんだよ、うん、と、うん、まあ、母親は言うんですが、うん、2個必要なのかと、うん、いうのはちょっと分かりませんでした。じゃあお父さんとお母さんのじゃなくて、いえどちらも母親、あ、なんかこう会えばこう帰ってくるっていう、あ、そうですね、そうですね、そうですね、なんか彼女にとってはなんか正当の性のある理由があるってことだよね。そうですね。このサービス券は使えるの？これはその日使えるかどうかわからないんですが、その日しか有効じゃないよね普通ね、うん、どうなんですかね、うん、近所のイオンがまっすぐ本当歩いて行ける距離にもあるイオンなんですけど、うんうんうん、まあ、ここのサービス券なんだなと、まあ、しょっちゅう行くと思うんで、うん、はい、っていうものがありました、うん、はい、ただ先ほども天井にあるわけではなくて、うん、右下の方にあると。やっぱり本件は当日のみ有効ですって書いてあるよ。あ、なるほど、期限が切れております。そう、当日じゃないもんね。はい、うん、ゴミ、はい、ゴミです、うん、以上が、フロントですね、うんうん、ま、前側の席、うん、はい、続いて、ま、軽自動車なのでちっちゃいんですけど、うん、トランクも、うん、はい、トランクは比較的物がなかったかなと思うんですが、傘、ビニール傘が1本、うんうん、で、続いて右上の方にちょっとビニール袋が引っかかっていると思うんですが、はい、これ開けてみると犬のトイレグッズといいますか、うん、はい、これがまあ予備といいますか、ね、先ほどフロントの運転席側にも1枚あったんですが、うんうん、後ろにも同じものがありました、うんうん、一応これで車の、現状といいますか、うん、は全部で一応あったものを一覧にしてまいりました、うん、ご苦労様です。こちらです。あらら、こう書いてみるとあるね、うん、はい、でも お母さん、はい、お父様含めてなんだけど、これ全部いるんだ、はい、全部置いとくんだっておっしゃった。いえ、まあ、後半ちょっとお話しさせていただくんですけど、うん、一応これ僕が、うん、間違いなく例えば歯間ブラシとかでしたら、うん、寝る前にやったらいいじゃないかと、うんうん、で、とかという意味でこれ車の中になくてもいいよねみたいな話をした上で、うんうんうん、一応残したもの状態のものが後半続きます、はい、一応今は全部あったものを書き連ねると、はいはい、まあ、ちっちゃい軽自動車なんですが、うん、これだけ入っておりました。ね、細かにあるもんだね、はい、これはお家と一緒で大容量の収納スペースがあるお家ですって売り出すんだけど、その収納スペースを使いこなす技量がこっちにないんだよ、ね、だから結局収納空間があればあるほどゴミが詰まっていく、堆積していくだけ、それの車版ですよね。 DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。